この国民と天皇の信頼関係の連続性ということが日本の国の形を守ってきたとすればじゃあその連続してきた確かに連続してきたんだよっていう証拠になるものはどこにあるんだとねいや「古事記日本書紀」に書いてあるからじゃないんだと天皇は恐れたじゃあそれどこに表れているかというとやっぱりこれが祭祀、ね、お祭り事であるわけです。でお祭りとといった時に政治のせい ね、あのガワガワナンス政治という言葉がありますけれども政治の「政」という字は君呼べ祭りごとと読みます私も小学生時代に漢字を習ってその政治の「政」がなんで「祭りごとって、ね、あの読むんだと、ね、政治というものとなんかこうあのいわゆるね阿波踊りみたいなこう,こういうお祭りとのが私が関係が最初は分からなかったんですが、まあ、その後勉強していろいろ分かるようになったわけですね。つまりり政治とととといいううもののお祭りごと祭ごが、まあ 全てイコールというと現在では語弊があるのかもしれませんがつ,あの、まあ、つながっているものだということですよね我が国においては。でその政治という点に関してはさっき申し上げたように天皇は政治に直接口を出したり政府が決定したことを覆したりはしません。 あの日本とアメリカは戦争になる時にも天皇陛下は、まあ、内心改戦には反対であらせられたのでしょうけれどもそれを覆しはしししませんでした、まあ、しかし一方でその覆しはしないんだけれども、うんまあ、内閣が決めたことなどあるいは国会を開くことなど天皇陛下が実際に宣言する再開するということがなければ政治は動かなかったわけですよね。でそういういい中で、まあ、あの戦後においても 天皇の位置づけがかなり変わったとされる戦後においてもですねまああのさっき申し上げたように国会召集だとか首相任命そういうことによって天皇なくしては政治がもう本当に一日たいても一ミたいても動かないのがやはり日本の国の形をずっと引き継いでいる少佐でもあるわけです。でえー、それが 祭祭ごごとととののののううち政治い方話ですがもう一つのお祭りごと祭祀の方でいうとまさに祭祀の中心においでになるのが天皇陛下であります。これはまあもちろんねその起源といいますかあのであの由来由緒という意味で言えば「古事記日本書紀」に書かれている通りでありましてその年に取れた穀物を天神祇をお祭りして捧げると。でまあ、そういうふういいな、まあ、今で祭 あるいは大嘗祭にあたるようなこと。そしてまあ、その他もろもろですね。まあ、雨乞いの話だとかも。日本書紀でも出てきますが、そういう祭祀の中心的存在でありで、全国の神社もその宮中祭祀に沿ってですね。それに習う形で全国の神社のあの祭,祭典、お祭りごとも行われている。例えばあのあれですね、えー。各地の神社でもあの？ 今は仏教的な言い方で春分の日秋分の日というふうに言いますけれどもこの3月と9月のね春分秋分というのはもともとは宮中祭祀である春期高齢祭秋季高齢祭つまり1年に2回酵素酵素 天皇の祖先にあたる方々に降りてきていただいてそれでまあお祭り事をするということをえまあ宮中祭祀としてしているわけですがそれが民間に普及した結果あのそのいわゆるお彼岸ですね春分の日秋分の日にはですねご先祖様を敬う日にしようとそういう話になっているわけですね今ではね。でしかし神社ではあの今でもですねそれを春季高齢祭秋季高齢祭という言い方であの祭典を行っているわけです。もちろん あのコロナ禍でですとねなんか地元の方がたくさんわっと何十人何百人も集まって祭典をすることは控えるようにはなってますが祭儀その祭祀自体は行われているわけです、はい、だから皆さんもですねあの例年と違ってこの祭典は翔太がないぞと思っても当日神社に行ってみればちゃんと決まった時間に偶然以下神職さん方がちゃんとその祭,祭儀をしてくださっているわけです。 だからそれを手前から拝礼するだけでもねなんかこう祭典に参加したような意義があると私は思うんですけれどもで、えーまあ、それはともかくとしてもこの「祭祀」というものそれがやはり天皇日本の歴史が続いてきたという証作でありあるいはあの天皇と国民のつながりがずっと続いてきたというねあのそういう名残名残という通しですあそういう証拠でもあるわけです。